ライナより予選特選第11レースを行います。11レース対戦メンバーは1号艇森永純、2号艇牧山敦也、3号艇峰竜太、4号艇小野雄作、5号艇安河内健、6号艇岡部大輔、おなじみの地元メンバーたち6名による対戦となりました。コース取りは動きなく枠なりとなっています。インを伺っているのが1号艇の森永純です。今節は手にした47号モーターに手を焼いている模様ですが、それでも今日の前半5レースは5コースから2着に食い込む走りでした。さあ、この陰線でシリーズ初勝利となるでしょうか。じっくりとインを伺っています。1号艇森永が1コース、そして2コースには今日このレース1回乗り出番を待っていました2号艇の牧山敦也です。ここまでは中間着が続いています。注目は3コース3号艇の峰竜太です。今日の前半7レースは武田に振り切られての3着でしたが、連勝は途切れたもののここまで3連対3号艇の峰竜太、展示も好タイムで3コースからとなります。4コース角1は4号艇の小野雄作、5コース5号艇安河内健、前半レースはまくり差しからインの大野とトップ争い、1日遅れのバースデーゴールを決めています。5号艇安河内が5コースから、大外6コースには6号艇の岡部大輔が構えます。枠なりの3対3です。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1番2番3番とスローの3艇きれいにスタート揃えています。出ていく1番2番3番さあ1枠逃げる1号艇森永、さす2号艇牧山に外から3号艇の峰、先頭は1号艇の森永純がわずかに前、食い下がる2号艇牧山と3号艇の峰、スタートは前提正常でした。先頭に立った1号艇森永、直線コースでじわりリードを取っていきます。2番手は2番3番が並んで内側から4番も迫ってくる2番区、まずは1号艇森永、そして続く2号艇牧山にさらに内側3号艇の峰、先頭は1号艇の森永純、2番手は依然接戦、3号艇の峰対2号艇の牧山、直線コースは3号艇の峰がわずかに前に出てきました。これから2周目1番区の旋回です。トップ1号艇森永、続いて3号艇の峰、そして続く2号艇の牧山を振り切ります。2番手は3号艇の峰が取り切って、3番手に2号艇牧山敦也、その内側から4号艇の小野雄作が迫ってきています。今度は3番手4番手が2停身と詰まってきました。2周2枠です。前の2人は1号艇森永、3号艇の峰、そして3番手を守る2号艇の牧山、ちょっと振り込んでしまった。しかしなんとか3番手の位置はキープ。外から迫る4号艇小野に内側からは5号艇の安河内もやってきました。最後方は6号艇の岡部大輔、レースは最終周回に入っています。先頭は逃げています。1号艇の森永純が1番区を回り、続いて3号艇峰竜太、3番手を守る2号艇の牧山敦也、内側から5号艇4号艇と折り返して、3番手は2号艇の牧山がしのいでいます。すぐ後ろ内側から5号艇安河内に4号艇の小野も迫ってくる。さあ3番手守りきれるか2号艇牧山、これからラストターンバック。先頭は1号艇森永がシリーズ初勝利へ、さして迫ってくる3号艇の峰ですが2番手まで、3番手は2号艇の牧山、なんとかしのぎ切りました。まもなくゴールです。先頭1番五輪、3番五輪、2番5番、4番五輪、6番五輪です。